鎖骨を触ってみましょう。鎖骨ってこの顎の下の中心から外に向かって横向きに長く伸びている骨です。この骨、このちょうど顎の下から少しカーブをしながら、この肩の先端の少し内側まで横に長く伸びています。この骨を探して触っていきましょう。この顎の下、内側ですね、ここから少しずつ外に向かって触っていってあげます。ちょうどこの鎖骨の一番外側と肩甲骨との境目、ちょっとカクッと段差があるんですけど、感じられますか？もし感じられないなって方は、この肩の先端まで行ってしまいましょう。短く見積もるよりはね、長い方が体の動きはスムーズになります。また一番外側まで行けたら内に戻ってきてください。少しこの鎖骨の下側を今度は触っていきます。一番外側まで行けたらまた戻っていきましょう。さあ最後は鎖骨のこの上側ですね。首の筋肉たくさんついてくるので、こうお首の周りがキュッと張っている方ってちょっと入りにくいかな。ここに優しく手を入れてあげてくださいね。一番外側まで行ったら戻ってきましょう。片方終わったら、ちょっと体の動きとかね、確認をしてあげて、反対もやってみてください。